お忙しいところもすみません、ありがとうございます。はい、どうもです。僕らとしても、できるだけ、外からの支援というので、頑張っていきたいと思ってるんですけども。全国から、本当にいろんな、団体の方々に、ご支援いただきまして、ようやく、応急的な生活、が、できそうな、状態まで、来ておりました。で、そうした矢先に、このような水害を受けて、どうしてもその輪島市の、市民職員だけでは、これ、また、復旧という部分はかなりハードルが高い状態です。うん、で、まあそうした中本当に心苦しいんですけど、やっぱり、全国の、やっぱり、皆様方のお力をお借りしないと。やはりちょっと復旧は難しいかなと、感じてます。今までも8ヶ月9ヶ月皆さんにお手伝いしていただいておるんですけど、また引き続き、まあ、なんとか、この能登、そして、私は輪島ですけど、温かいご支援をいただければ本当に助かります。よろしくお願いいたします。